セベソ事故とは、1976年7月10日に、イタリアのロンバルディア州、ミラノの北 25km 付近に位置する、セベソの農薬工場で発生した、爆発事故である。代表的な大オキシンである2、3、7、8、テトラクロロジベンゾマイナス1、4時オキシンが 30kg から 130kg の間で、住宅地区を含む1800ヘクタールに飛散し、 大シン類の曝露事故としては大規模なものとなった。高汚染地区は居住禁止、強制疎開などの措置が取られた。周辺地域では鳥、ウサギ、猫等の家畜が大量死したり、危険出生率が高くなったことが報告されている。この事故を教訓として EC は化学工場の安全規制を定めたセベソ通詞令を定めている。最も被害が集中したセベソ地区は、 1976年時点で人口1万7000人であった。その近隣の名ダ、デイジオ、チザーのマデルのバルラッシーナ、ボビージオ・マシャー後にも被害が及んでいる。ジボダン社の子会社であるアイクメイスサ社が所有していた、問題の工場は名ダ近くに位置していた。工場が建設された時期は古く、地元の人もこの工場が危険性をはらんでいることに気づかなかった。 事故が発生したビームでは1、2、4、5テトラクロロベンゼンに水酸化ナトリウムを反応させ、枯葉剤である2、4、5トリクロロフェノールを製造していた。TCP は消毒薬であるヘキサクロロフェンの原料としても利用される。通常時では反応釜の上部で1、2、4、5テトラクロロベンゼンの一部を溶解させ、水酸化ナトリウムと反応させていた。 生じる反応熱によって、さらに原料が追加され、反応温度が上昇するシステムであった。通常の TCP 生産時であっても、何らかの金属によるウルマン縮号、または単純な方向間への急覚攻撃により、PPM 単位の TCDD が複製生物として混入していた。事故発生時、運転指示書を無視した作業員の人為的なミスにより反応が熱暴走した。 反応容器の安全装置である破裂板が吹き飛んで内容物が大気中に放出された水酸化ナトリウム TCP ナトリウムジオ溶媒のエチレングリコールとともに数百グラム数キログラムの TCDD がエアロゾル状となって18平方キロメートルの範囲に飛散したアイクメイスサ社や自治体による初動対応はお粗末なものであった 事故直後に住民が受けた説明は地元産の野菜や果物を食べないようという指示のみであった。ダイオキシンが放出されたことが公表されたのは事故から1週間後であり、除去開始にはさらに1週間を要している。TCDD の毒性が詳しくわかっていなかったこともあり、事故が公表されてから住民は恐怖に陥った。汚染地域は土壌表面の TCDD 濃度をもとに映像 B ゾーン、R ゾーンの3種に分類される。事故の当日中に、課金やウサギなど3300羽の動物が死亡。また食物連鎖による TCDD の拡散を防ぐため、生き残った動物も殺処分され、その数は1978年までに約8万匹となった。皮膚に炎症を起こした15人の子供が病院に運ばれている。 8月末までに映像運はフェンスで完全に隔離された。1600人の住民を検診した結果、447人に、皮膚損傷あるいはクロロアクネと呼ばれる、独特の吹き出物が生じていた。また妊婦には、特例として忠実が認められたため、相談所が設けられた。アイクメイッサ社の技術責任者であるハービグ・フォン・ツベイル、氏と生産責任者である。 パオロ・パレッティ博士が逮捕された。汚染地域を隔離、除染するための委員会が設立され、イタリア政府は400億リラを支出した。1977年1月までに、科学的調査、経済的援助、医療支援、汚染地域の除去及び回復作業に関する計画が策定された。直後に、アイクメイサ社より、地域住民に対し、保証金が支払われた。 除染作業は1977年春から開始され、また6月には住民22万人に対して疫学的調査が開始された。1978年6月、イタリア政府は保証金を400億リラから1150億リラに増額。保証金に関する和解の大部分が本年中に成立している。1980年2月5日、パオロ・パレッティ博士が 左翼ゲリラ団体であるプリマリネアのメンバーに射殺された。12月19日、イタリア首相アルナルド・フォルラーに仲介のもと、ジボダン社、アイクメイッサ社と自治体との最終和解が成立。この保証金総額は200億リラに達した。除染作業により、防護服やプラント内部に残留していた化学物質など大量の廃棄物が生じた。これらは放射性廃棄物用のドラム缶に封印され、 法的手続きにのっとって処理されるはずであった。1982年春、マナスマンイタリアーナ社は、A ゾーンからの廃棄物を処理する契約を受け負った。9月9日、41バレルの有毒性廃棄物が、アイクメイッサ社から運び出された。12月13日、交渉人は廃棄物が適切に処理されたことを宣言した。しかし1983年2月、 スイスのテレビ局テラビジアン、スイスロマンドは、エーボンアンテンターという番組内で、フランス北部でこれらの廃棄物が行方不明となっていることを報じた。5月19日、41バレルの廃棄物が、フランス北部のアングウィルコートルサルト村にあった、旧都築城場で発見されたため、フランス軍基地へと移送された、ジボダンシャンロさらに親会社である、 露主社が廃棄物を処理する責任を負うことを表明し、11月25日、同社が全廃棄物をスイスにて焼却処分したことを公表した。事故からすでに9年が経過していた。廃棄物に含まれる高濃度の塩素によって焼却炉が傷んでいる。可能性を指摘した科学者もいたが、露主社は十分な修理を行ったと説明している。9月、アイクメイサ社と 自母団社の元従業員5人に対し、禁錮2年半5年の判決が出された。5人全員が上訴している。1985年5月、ミラノの上告裁判所は5人中3人に、対使無罪を宣告したものの、残る2人に対しては後に、ローマの最高裁判所で有罪が確定している。現在では、土壌の除染が完了しており、土壌の TCDD 濃度は他の地域と同程度である。 この事故を受けて1982年に EC が定めた工場の安全規制はセベ・ソシレイと呼ばれている。なお現在の規制は2005年に改定されたセベ・ソシレイ2に基づいている。事故翌年の流産率の異常な増加、女児の出生率増加、家畜の大量死、癌発生率の増加、危険出産率の増加などが挙げられる。 自己翌年に4から6月の妊婦の流産率は34%となった。イタリア政府の研究長であるピエール・アルベルト・ベルタージは1993年以来、佐読のある科学雑誌に一連の報告を公表しており、セベソで大オキシンに被爆した多くの人々が糖尿病、心臓病、癌、ホージキン病、肉種の増加といった様々な長期的な 新人な症状に苦しんでいることを明らかにしている。限定的範囲の汚染地域でのある疫学調査では、事故後14年間の198人の出生例のうち、帰刑時は0人である。ただし事故後の一定期間、出生に女児への偏りが見られた。事故後初めの7年間では、出生数が男児26人に対し女児48人であった。次の7年間では、 男児60人に対し女児64人であり、すでに有意差はない。ありがとうございます。